荒尾競馬場に重賞のファンファーレが鳴り響きました。今日の10レースは農林水産大臣賞典第36回荒尾ダービーです。3歳の一戦2000メートル、今年は佐賀3頭、地元荒尾8頭の11頭によって争われます。2コーナーから向こう上面、中間地点よりやや2コーナー寄りでのゲート入り、順調に収まっていきます。9番のリリーが入ります。残っているのは10番のテイエムリニアです。テイエムリニアが10番ゲート入って11頭体制が完了です。スタートしました荒尾ダービーです。まずは先行争い、何が行くんでしょうか。外からスーッとリリーが行きました。これは早い。9番のリリーが先頭です。2番手には2番のテイエムライチョウ、これに並んでいくのが10番のテイエムリニアです。各馬1周目の3コーナーをカーブしていきます。その後ろ4番手ですが、内から1番シャイニングウェイ、これをかわしたのが8番のキャンベル、あとは11番の龍馬日本、並んで内から3番の地元期待馬、3番のリバースターリングが追走していきます。あとはその後方ですが、内から5番のアミフジエンブレムなどが追走して、各馬が1周目の4コーナーから直線コースに帰ってきます。まず先頭は9番のリリー、リリーが逃げる展開となりました。リード1馬身です。あと2番手は内から2番のテイエムライチョウ、外から10番のテイエムリニアとテイエム勢が2番手3番手、その後ろ8番のキャンベルが4番手です。あとは3番のリバースターリング、ちょっと押し上げて5番手に上がっていきました。その内からは1番のシャイニングウェイと続いていきます。並んで龍馬日本が外から押し上げて、内からは6番のアイファインバンド、後方は7番ダイメーネオ、4番ユキエンゼルが最後方で残り 1000m 標識通過2コーナーです。9番のリリー、鮫島克也が逃げています。リード1馬身半で2コーナーから向こう上面へ、2番手には10番のテイエムリニア、そして8番のキャンベルが3番手に上がって、その外から仕掛けていった3番のリバースターリング4番手です。あとは離れました。その外から一気に勢いよく6番のアイファインバンドが上がってくる。その後ろからは5番のアミフジエンブレム、2番のテイエムライチョウと続いて、後方から押し上げる大名ネオ、内から1番シャイニングウェイ、そしてユキエンゼル、最後方に龍馬日本、ちょっと龍馬日本は苦しい体勢、最後方です。さあ前の体勢ですが、ここでリリーが突き放した。もうリード5馬身ぐらい以上取っていきました。 3,4 コーナー中間点400を通過。その後ろ3番リバースターリングが2番手、内が入っている山口、その内からは10番テイエムリニアが3番手、あと後方から大名ネオ、7番の大名ネオが追い込んできた。4コーナーからこれから直線コース、これは独走だ。9番のリリー先頭、リードを大きく広げて200を通過。あと2番手ですが、外からリバースターリング、その外から追い込んでくるのはキャンベルだ。キャンベルが2番手に上がれるか。さあ先頭は910番のリリー、これは強い、大楽勝だ。リリー先着ゴールイン。2着争いどうか。外から8番のキャンベルが2着です。内から3番リバースターリング3着でした。しかし9番のリリー大楽勝でした。これは恐れ入りました。9番のリリー見事な競馬で10レース、農林水産大臣賞典第36回荒尾ダービーを制しました。やはり佐賀での重賞連続2着は伊達ではありませんでした。その足を